ダーカーザンブラックダーカーザンブラック流星の双子からダーカーザンブラック流星の双子は MBSTBSCBC で2009年10月8日から12月24日まで放送されたボーンズ制作の日本のアニメ作品全員12話2007年に放送されたダーカーザンブラック黒の契約者マイナスの続編である本作は前作 ダークアーザンブラック黒の契約者マイナスから2年後の世界であり、冬のロシアウラジオストクから物語が始まる。前作に登場していた一部のキャラクターを引き継ぎながらも、本作から登場する数多くの新キャラクターを交えての展開となっている。シリーズを通しての主人公である黒と、今作のもう一人の主人公、スオー。 パブリチェンコの二人の視点でストーリーが描かれる。前作は TBS 系列10曲での放送であったが、本作は MBS-TBS-CBC のみで放送となった。これに先立ち MBS では、同年10月3日のアニメシャワー第1部枠にて未放送であった第1期、ダーカーザンブラック黒の契約者マイナスの第26話が特別編として、 テレビ初放送されている。前作では商品名などを明示するものがあったが、今作では他の作品同様名称に多少の変更が加えられた。また、本作放送開始と同時期の2009年10月より2011年1月までヤングガンガンにて、前作の直後を描いたダーカーザンブラック漆黒の花が連載された。さらに、 同年12月からリリース開始された本作の DVD ブルーレイの偶数巻きには前作ダーカーザンブラック黒の契約者マイナスと本作ダーカーザンブラック流星の双子との間の空白の2年をつなぐエピソードとしてダーカーザンブラック黒の契約者外伝が1話ずつ収録された。同作は全4話の完全新作 OVA として制作されている。 2011年1月3日の12時より東京 MX で全話が一挙放送された。また8月から9月にも平日前夜24時より大放送された。突如東京に出現した謎の不可侵領域、地獄門。それに呼応するかのように世界中で契約者と呼ばれる特別な能力を持つ者たちが現れた。 ゲートの秘密を得ようとする各国の情報機関は、契約者を利用し、エージェントとして、東京に送り込まれた彼らは、異能の戦いを繰り広げる。その果てに起きた、未知の最悪、東京エクスプロージョンより2年、冬のロシアを舞台に、新たな物語が始まる。ダーカーザンブラック黒の契約者マイナスから2年後の、世界が舞台である。ゲートの出現と同時に、 本物の空が消失しており、契約者やゲート由来の超常的な現象、物体が存在しているといった基本的な設定は、前作から引き継がれている。前作では、物語の最後で、秘匿されていた契約者の存在が一般に認知されつつあることが語られたが、今作においては、冒頭からの設定となっている。各人物が所属する組織についても触れる。 総務省を隠れ蓑のに、組織の残党殲滅を目的に設立された、日本の情報機関。天文部より接収した、ドールシステムも保有する。イギリス情報局秘密情報部。ロシア連邦保安庁。ダーカーザンブラック流星の双子での新たなものを、表記する。その他は、ダーカーザンブラック黒の契約者マイナスを参照。話数とサブタイトルは、 作中の表記に準拠。ジャケットは、キャラクターデザインの小森高博氏描き下ろし。初回限定版は、ブルーレイ DVD 共通で、毎回キャラクター原案の岩原雄二描き下ろし、味方セボックス仕様。40P のブックレットが付属、メタリックジャケット仕様となっている。また、玉数巻には、黒の契約者と、流星の双子の空白の二年をつなぐ。 全4話の新作 OVA ダーカーザンブラック黒の契約者外伝が1話ずつ収録。テレビアニメ放送に関連して公式サイトにてウェブラジオダーカーザンブラックバックステージパスが不定期更新で2010年8月16日まで配信された。メインパーソナリティの木内秀信をはじめ第1回から第6回までは花沢奏との2人で担当し、 第7回から第13回までは福、福縁、三里との二人で担当。第7回以降、ゲストなしでのラジオを配信していたが、第13回はゲストを招き、公開録音の模様を配信した。コーナーの、ダーカーザンブラックボックスでは、箱の中の紙を、パーソナリティやゲストがランダムに引き、その紙に書かれている、キーワードにまつわるトークを繰り広げる形となっている。 ありがとうございます。